いや、美味しそうだね。おいしい。美味しい。ワンズタイムではワンコと一緒に楽しめるスポットも紹介していきます。今回はワンズと栃木車中泊ぶらり旅、片抜き御朱印巡りで星宮神社へ、アスナロ竜神御柱で開運アップをお祈り、道の駅みぶでは壬生町特産のお土産をゲット。はい、おはようございます。モーニングタイムの時間です。はい、やってきましたね。はい、今日も朝ごはんタイムスタートです。じゃあいつも通りね、コーヒーを選ぶとこから行きましょう。ふみさんはコーヒー。コーヒーですね。今日は甘くないパンだから。甘いよ。甘かったっけ。あんバターだもん。あんバターだっけ。そうか、あんバターか。じゃあ、あまり甘くないの大人のほろ苦にしてみます。大人のほろ苦。はい、ということでね、またティファールを使ってね、はい、沸かしていきます。飲む分の水をね、ティファールに入れて、はい、準備してます。ティファールでね、沸かしていきます。ティファールはね、新型牧師のね、給電システムを使って沸かしていきます。で、カップはね、このオリジナルマグカップ、ドッグキャンプさんのね、マグカップです。あ、いい匂いしてきましたね、コーヒーの。なんか朝の匂いって感じですね。はい、ということで今日もね、一日頑張りましょう。乾杯です。乾杯。はい、いただきます。でも絶対飲めないよね。はい、うん、もう蒸気だつ。これ絶対飲めない、最初ね、一発目ね、うん、熱くて。あっち、あっち、あっち。あ、でも美味しい。唇のとこ熱いぐらいで。今日のパンはこれです。コッペパン。はい、このパンはどこで買ったんですっけ。道の駅ロマンチック村、水の宮ロマンチック村に入ってたパン屋さんです。土日月。そうだね、土日月って書いてあったね。限定って書いてあったね。そうだね、に入ってる入荷って書いてありました。はい、じゃあ食べていきましょう。あんバター。あんバターパン。あんバター。いや、美味しそうだね。おー、あんバター美味しそうだね。ふわふわでしょ。まだやるよか。おー、じゃあ行こう、食べてみましょう。ほら、美味しそう。本当だ、いい感じだね。はい、あんバターです。はい、いただきます。はい、美味しい。美味しい。うん、まだパン柔らかい。やかい。うん、うん、コッペパン美味しい。あんこもね、うん、そんなに甘すぎないで、いい感じ。うん、で、あんことさ、バターって絶対合うじゃん。合う。ほんとさ、どうしたってさ、うん、美味しいよね。美味しいよね、うん、あんバターね、うん、最強の組み合わせだよね、あんバターもね、うん、はい、私も食べてみます。おい、いただきます。美味しいよ。うん、うまい。明日はこれでいいわ。安定なパン。うん、パンの生地も美味しい。うん、美味しいね。美味しいよ、コッペパン。うん、朝はこういうパンでね、ちょっと一息入れるみたいな。ワンズタイム。ワンズのご飯タイムです。一個食べていきましょう。タクト、よし。はい、カノン、オッケー。アルト、オッケー。はい、アルト君はね、やっぱり朝は少しまだいらないよ俺って言ってるような感じですね。はい、みんなね、ご飯食べていきましょう。今日一日頑張りますよ。はい、アルトくんね、はい、やっとエンジンかかってきました。
アルド君ね、エンジンかかってきましたよ。はい、どんどん食べちゃいましょう。ワンズタイム。はい、ということで今向かっているのは栃木県下野市にある星宮神社ですね。いや、こちらもね、型抜き御朱印がねあるということで、そちらの方に今向かってます。いやー、いいですよね、型抜き御朱印ね。こういった御朱印を集めるとね、なんかまた新たなところがね発見されていいですよね。名前もいいですね、星の宮神社。星宮と書いて星の宮神社っていうね神社なんですけどもね、今ね、道の駅三部からね、スタートしてます。後ほど道の駅三部にはね戻って、とにかく道の駅三部は広いのでね、ゆっくり、探訪したいと思います。道の駅三部から、車で10分ほどのところにある星の宮神社にね今向かってます。いやー、なんかねのどかなとこですよね、三部。すごくねのどかですね。はい、ということで星宮神社到着です。はい、ということでね到着しました、星宮神社ですね。はい、なんか素敵な神社ですね。はい、行ってみましょうか。はい、はい、アスナの龍神、あ、ここね龍神様、まずお参りしていきましょう。はい、ということでね、ここはね、抱っこバッグとかでね、OK みたいなんで、はい、抱っこバッグに入ってみました。いる？いるよ、アルタくん。はい、いいね。はい、はい、次の鳥居ですね。ここにもある。本当だ。これあれね、あったね。何だったんだっけ？あの雪の時。ああ、鹿島神社だ。はい。夢福神だって。へえ。結構あのバクのもあったよね、あそこにも、ね、バクね。へえ。人々の悪い夢を、厄を食べて良い夢や幸せを与えてくれる。バクが化身とした神として言われているそうです。夢福神だそうですね。はい、交代ごとお参りしていきます。ありがとうございます。どうも。はい、お参りできました。はい、できました。無事ね。はい、ということでお参りしてきました。ここなんか金のモグラが発見されたそうですよ。平成29年11月にね、はい、金のモグラ発見って書いてありますよ。すげえな、これ見つけたらなんかびっくりするよね。でもあれだね、うん、期間限定で見れるんだね、うん、剥製が。あー、そういうことね、剥製が見れるんだな。あ、金のモグラ、金のモグラありましたよ、金のモグラ。ほら、すごい金のモグラですよ、すごい。おお、ここに、ね、説明書きも書いてあります。国立科学博物館の筑波研究所にいて、いろいろね研究なさってる方が調査結果を出してます。モグラさん、モグラすごいよね。すごいね、金のモグラ。
はい、これがね、龍神様の紐ですね。はい、ということで今ね、アスナの龍神御柱ということで、願掛け祈願のね、紐、はい、いただいてきました。この紐をね、いただいて、これから、かけていきたいと思います。それにね、ここに一文字願い事をね、書いて、はい、一文字なんでね、何しようかね、悩むんですけど、まあちょっとここに、文字を書いて、願い事をここに、これを結ぶ、はい、で、お守り、これお守りを持ってるということですね。はい、お守りを持っておくという感じですね。金運祥福って書いてますね。はい、ではこれはね、はい、結んでいきましょうか。はい、願い事書いていきます。はい、願い事書きました。栄える。では行ってみたいと思いますね。アスナの龍神御柱ということで、ここですね、本殿左側の通路だから多分ここで、はい、ここだね。はい、行ってみます。アスナの龍神ってことですね、ここだね。あ、すごい。はい、こちらをね、御柱の方に紐をかけていきたいと思います。漢字一文字なんですけど、こんな感じですね。はい、私は栄えるって書きました。はい、ということでね、はい、これを紐を通して結んでいくっていうことですね。結構ね、紐結んであるんですよ。はい、書いてあります。運動脂肪を使い、隣に紐をつけます。ということでね、この今ね、穴通し棒で、はい、この穴貫通します。いきます。こうかな、これ上にしたい。あれ、はい、貫きました。こちらに抜けた、抜けた、抜けた、抜けて、はい、で一個だけをこれでいいのかな。あ、それでこれに穴入れて、はい、そして結んでいきます。はい、ということでね、はい、今結び終わりました。自分の良い目線が上のところで、はい、結ぶということですね。はい、今結び終わりました。はい、無事ね、はい、これで完了です。これでね、願い事叶うでしょう。はい、なかなかね、通すの難しかったです。はい意外といっぱいみんな結んであるんで、大体みんなね、あの金とか向かうとか幸とかね、はい、そういう字を書いてあります。はい、犬という人もいました。運とかね、はい、私は栄えるにしました。はい、ということでね、はい、アスナの龍神御柱ということで、よろしくお願いします。フェルトの手作りお守りがありました。可愛らしいですね。QR コード付きのね、ペットお守りありましたよ。すごい、緊急連絡先、すごく今時ですね、 QR コード。災害時に確かにね、いなくなっちゃったりとかね、はい、迷子になったりしますからね、いいですね。はい、可愛らしいハローキティのエトマスカットマモリとかありますね。よいしょ。はい、いただいてきました。はい、はい、おー、龍神様ですね、はい、星宮神社の御朱印です。はい、龍神様がね、はい、ありますね。はい、そしてこれは肩抜きのね、モグラ、モグラさ、金も、金のモグラ、そう、はい、はい、これで4社目の御朱印がゲットです。なんかこのもぐらさんかわいいね。かわいいんだよもぐらさん。はい、よいしょお花がね、はい、かわいいです。はい、はい、そしてね、ここはい、ありました、ドーン。ここはね、トロトロロじゃない、トトロ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 神社でもありますね。はい、すごい、
すごい、トトロがいるよ。本当に本当にトトロ神社なんだって。本当にトトロ神社なの。本当だ、トトロ神社だ。トトロだけに、はい、どんぐりが、どんぐりだね、トトロだけにね。はい、トトロ神社でお参りです。みんなね、どんぐり置いてます。トトロだけに。はい、トトロ神社でした。トトロ神社、はい、トトロ、はい、よかったね、トトロね。ちゃんとね、メイドサツキもいるんだよ。本当だ。はい、トトロです。ワンズタイム。はい、ということで次はどうしましょうか。道の駅に戻ります。道の駅三部の方にね、戻って、うん、ちょっとね、中を覗きたいと思います。そして、はい、おもちゃ博物館もありましたね、ここにね。右手におもちゃ博物館ですね。三部総合公園、ワンパク公園。このワンパク公園もね、ワンズと何回かね、来たことあって、はい、とてもいい公園です。家族連れも多いし、犬連れも多いようなね、ワンパク公園ね。はい、道の駅に戻ってきました。はい、到着です。道の駅三部です。はい、ということで道の駅三部戻ってきました。戻ってきたよ、久美さん。うん、ね、あ、道の駅三部ってかわいいね、あそこ、ほら、うん、シルバニアファミリー、シルバニアファミリー、道の駅三部かわいいですよね。これもう大喜びだね。本当だ、シルバニアファミリー、道の駅三部ってことでね、かわいらしい、かわいいね、ね、かわいい、シルバニアファミリー。やっぱり正直ながらイチゴが多いのかな、ね、いろいろ生産量日本一、やっぱ栃木にね、イチゴだよね。はい、ということでね、スタンプをしていきます。道の駅に行くスタンプはね、はい、ここです。ちょうどね、事務室の隣あたりですね。あった。はい、では押していきます。はい、道の駅三部です。はい、こっちだね。うん、はい、ゲットを綺麗に押せました、ね。はい、ここはインクね、ちゃんとインクすごいですよ、きちんと取れました。すごく広くてね、ここね、あ、そう、現在地ここです。はい、ということでこんなに広いんですよ。 52.4 ヘクタール、とにかく広いんです。はい、で、私たちがよく行くのは、ここの虹の広場ってね、よくここ通って、この夢花壇っていうとこ通って、風の原っぱ、そしてこの冒険の湖だっけ、下のね、あ、そう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 、ここね、湖の周りをね、よく歩いたりするんですよね。ここ、こうやってね、歩くよね、歩くね、うん、いい感じですよね、これね。ここね、本当に犬連れでお散歩すると楽しいです。私たちよく夜来てました。そしておもちゃ博物館がね、こちらにあります。おもちゃ博物館は先ほどね、模型もあったけど、来ちゃう、うん、ね、夢がたくさんあります。ごぼうとかんぴょう、そしてもち豚、はい、産地直送のね、はい、直売所、うん、入ってみたいと思います。やっぱね、いちごだよね、うん、いい匂いや、いちごの、この辺のいちごはやっぱいいいちごなんだろうね。美味しそうだね。土地を止めて、土地合いか。うわー、なんか立派な。もうね、あの、全然違いますよ。このね、ミルキーベリーなんて。いやー、4800円だもん。すごっ。いちごもほんと、すごいね。すごいね。高級いちごだってことでしょ？うん、高級いちごだね。うん、すごいね、この高級いちご。はい、ということでね、ここね、ミルキーベリーのね、白いイチゴ、これ買ってきます。やっぱね、栃木といえばイチゴなんでね。
野菜も、ね、たくさん売ってます。じゃがいも、白菜、かぼちゃプリン、かぼちゃプリン、おじさんプリン売ってます。珍しいからかぼちゃにしようかな。そうだね、うん、じゃあ、ここにねかぼちゃプリンが売ってたんでかぼちゃプリン買っていきたいと思います。やっぱかんぴょうがね売りなんで、はい、ここにかんぴょうがあるので買ってきます。もうねかんぴょうイコールこの手巻き寿司みたいなイメージがね。手巻きではないね、巻き寿司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 、これだからこれじゃない、これってことじゃない。あ、これだ、卵とじ、かんぴょう卵とじ、これ、うん、これやってみようか、うん、ね。はい、ということでわんぱく公園入ってきました。ここもね道の駅ということでね、はい、属するということで、はい、まあせっかくなんでねわんぱく公園に行ってみます。ここはねよくね犬連れのね散歩でやってきた場所です。はい、ということでねわんぱく公園到着しました。ここはね本当にね広い公園なんですよ。犬連れでねお散歩する方がたくさんいます。ワンとね公園内を散歩してみたいと思います。わんぱく公園の入り口に来ました。10月1日から2月末までは5時半閉園です。まあ真っ暗になっちゃうからね。はい、可愛らしい入り口ですよね。ここが正面玄関です。はい、ここから入ります。はい、ワンズもね久しぶりだね。 あったかい格好してお散歩です。すごくね綺麗な公園なんですよ。ここ周りに池があったりとか結構ねお気に入りの公園です。近くにね来た際はねぜひ寄ってみてください。いい公園ですよ。子供の城があるんだ。はい、ペットは入れませんがお子さん連れの方はねこういう子供の城いいですよね。恐竜、そう恐竜、上からね恐竜が見えるんですよ。恐竜、ティラノ、え、ティラノ、ティラノ、ティラノサウルス、ティーレックス、ティーレックス。ここねお散歩にほんとまあ広いからね毎回違うコース考えて散歩するのもいいですよね。もうちょっとね花がある時期だと綺麗なんだよね、春とかね、なんか犬連れで写真撮ったりするのもいいかもしれないですね。まあ、もうちょっと今まだねもうまだ先ですかね。お花はありますが今1月のね、中旬だとまだもうちょっとお花の数が少ないんでちょっと寂しい感じがしますね。何、池もあって道も綺麗で歩くとこたくさんあっていい公園です。一周したら1時間ぐらいかかるのかな。いや、かかるでしょ。もっとかかるかな、うん、かかりそうな気がするね。いつものんびりのんびりだからね、うん、ということでね今日は寒いんで風も強いから短めに切り上げましょう。はい、展示休憩室行ってみたいと思います。すごい恐竜がいっぱいいます。やっぱおもちゃの街だからね、まあ、これねかっこいいよね。あ、スターウォーズ、あーすごいね、スターウォーズ、スターウォーズ、ふみさんスターウォーズ好きなんだね。好き、スターウォーズは面白いよ、ね、これはキャラクターだって、ここの、あ、ここのキャラクターなんだ。ワンパク公園の、ワンパク公園の、どっちがピッピー、どっちがピッピーで、どっちがピコだ、あった、ピッピー、大きい方がピッピー、大きい方がピッピー、ちっちゃい子がピコ、うん、ピコ、お、ガンダム、お、ガンダムだよ、さすがおもちゃの街、2部、うん、バンダイミュージアム、バンダイミュージアム、すごいな、
やっぱ燃え上がれだよね。はい、あのサービスエリアあそこにもあったけどね。静岡だっけ、静岡とかね、あっちの清水だっけな、清水だっけ、うん、いや、いろんなおもちゃがね、はい、おもちゃの町三部でもあるからね、はい、あ、マンホール、これマンホール、ガンダムのマンホールがあるんだ、あるんだ、ほらすごいよ、ガンダムマン、ガンダムマンホールプロジェクト、おもちゃの町駅のすぐ近く、すごい、ジオングとガンダムだって、ジオングだよ、すごい、見に行きたい、すごいな、ジオング、はい、もうガンダム好きな人にはたまらないジオング、はい、最後の決戦のところにね、はい、ファーストガンダム、おもちゃの町って近いのかな、ね、駅ね、そしたら、マンホールを見に行きましょうかね、せっかくなんでね、ワンズタイム、いかがでしたでしょうか。星宮神社のアスナロ龍神御柱で開運アップを祈りました。道の駅三部のわんぱく公園、ワンズも大喜びでした。次回は道の駅三部でご当地グルメに舌鼓、おもちゃの町三部でマンホール探しに行きます。お楽しみに。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。